学べるマルシェと名付けられたこのイベントは、フードロスやゴミの削減などについて楽しみながら学べる場を提供しようと、米子自動車学校で初めて開催されました。会場には作業車や警察車両が展示されたほか、地元のキッチンカーなどが出展しました。規格外のリンゴやキノコを使ったピザを販売したこちらの店舗は、店構えに廃材を利用して、店員のユニフォームにも古着を採用したということです。また米子自動車学校を運営する龍神学園からは、 SDGs で掲げられた質の高い教育をみんなにの目標に向け、高校生に奨学金が贈られました。